岡坊だ八橋だと取り沙汰された密室作戦がどんな戦果を上げるか。一票が札束ほどの重みがあると言われた激しい票集め。第1回投票の結果、田中さんと福田さんの決選投票にもつれ込みました。熱気をはらんだ会場で開票結果の発表をじっと待つ二人。角栄君が282票をもって自由民主党総裁に決定いたしました。田中新総裁主催のレセプションで主流派間違いなしと固い固い握手。昨日の敵は今日の友とライバル福田さんも駆けつけてまずはめでたし。翌6日、国会での首班指名。戦後最年少、54歳の首相が誕生しました。右の結果、田中角栄君を内閣総理大臣に指名することに決しました。コンピューター付きブルドーザーといわれる田中さんは早速組閣工作へと精力的に動き出しました。組閣参謀は新任の二階堂官房長官と橋本幹事長ら党三役。続々と官邸入りする新大臣。田中首相実現に力のあった中曽根さんは通産大臣として入閣。通産省は大企業の味方の役所であったという、これをやはり国民にサービスする通産省とイメージからまず変えていきたいと思います。内務大臣を目指されました大平正義でございます。よろしくお引き立てをお願いいたします。三木武雄です。ご質問がないようですからご無礼を。しかし若さと行動力の内閣を標榜した田中さんにしては論功行賞が先行しすぎたという非難の声も出ました。冷や飯を食わされて収まらないのは福田派。はっきり反主流派の旗印を掲げて矢に下りました。発表されました組閣名簿を見まするとですね、この総裁選挙におけるこの激しい、経過、これをですね、むき出しにしたような、まあ、この論功行賞的人事になったということは、まことに残念であります。せっかくの求めでございまするけれども、有田喜一氏、三池誠氏のこの入閣要請、これに対しましてはお答えをする。今度の入閣についてはですね、電話一本、我々に話はない。残念というか、その終わりの複雑な心境は終わりになるでしょ。そういうことを僕に聞くのは残念だよな。組閣でつまずいた田中内閣を占う町の声。この内閣は穏やかでないよ。これはね、こういう影響が出てんだよ。4年続いたら本当にこれ結構だね。これ4年持つには大変だよ。うん、うるさい世の中になるよ。多少の障害物なら押しつぶしても前進するのが日本改造ブルドーザー。庶民宰相と言われる賀来さんの腕の見せ所です。日中国交樹立の再任を果たした田中首相、大平外相、それに二階堂官房長官らの一行は9月30日、大勢の人たちの出迎えを受けて晴れやかに帰国しました。
9月25日、国交正常化への決意を胸に、抜けるような青空の広がる北京の土を踏む田中首相ら日本政府代表団。幾分緊張気味の田中首相は足早にタラップを降りると、空港に待ち受けていた習首相の手をしっかりと握る。中国の最高級車鋼機で田中首相は天安門前を通り宿舎の迎賓館へ。人民大会堂の石鹸町で公式に北京訪問の挨拶をした後、直ちに開かれた第1回会談には世界中が注目していた。国交正常化のための話し合いは時には激しいやり取りもあったが、率直で友好的なムードのうちに進められた。人民大会堂で開かれた夕食会で田中首相はこれまでの中国に対する過ちを詫び、両国の首相は社会体制の違いを超えて友好関係を打ち立てることを誓い合う。4回にわたる首脳会談の後、これまでの不幸な関係に決別を告げる共同声明が調印された。声明文を交換して固い握手。1億と7億の民の友達付き合いはこの瞬間から始まった。帰国を前に上海で人民公社の和田組を見学し、憩いのひとときを過ごす。一行は6日間にわたる中国滞在を終え、上海から帰国の途へ。友好国となった日本の首相への見送りはおよそ5000人。北京に着いた時をはるかに上回る熱狂ぶりであった。ただいま中国訪問から帰ってまいりました。この課題はいつか誰かが果たさなければならない仕事であったと信じます。国民各党から寄せられたご協力に対しまして心から感謝を申し上げる次第であります。帰国後の記者会見で両国の新しいスタートという一点に絞って誠実に話し合ったことが実を結んだと田中さん。自民党の議員総会では安保条約や台湾問題について事態は変わった、中国もいいと言っていると胸を張ってみせた。やっと東京目白の自宅に戻った田中さん、孫の雄一郎ちゃんを抱き上げて初めて目を細めた。だが全てが超党派で動くとは限らない今後の政局をどう乗り切るか、馬だけに酔ってばかりはいられない田中首相である。